皆さんこんにちは、豊橋スイマス芸人の浅田です。よろしくお願いします。さあ、我々は本日、はい、今年で開園70周年を迎えた豊橋総合動植物公園こと、はい、ノーホイパークに来ております。おーしゃー、やったー、やれ、ありがたいね。はい、今回の豊橋ナウでは、はい、もうノンホイパークに行きたくなるような情報を我々がたっぷりと紹介していきます。はい、それでは行きましょう。行ってきます。よいしょ。最初に浅野が向かったのは今年4月に開設したサーバル社。飼育員の佐野さんにお話を伺います。ここに今いるのが、かわいい。そうですね、こちらにいるのが男の子の翔くんです。3歳になります。3歳、はい、へと見た目はそのスラッと綺麗なのと、はい、低く飛ぶ鳥なら簡単にジャンプして獲物を捕まえることができるんですけれど、だいたい3メートルぐらい垂直にジャンプすることができる。3メートル、はい、すげえ。こちらの獣舎には横に左右にちょっと給餌口が横にあるんですけれども、はい、あそこから餌を吊り下げて、ジャンプさせるっていうのを今後ちょっとやっていこうかなと、それ楽しみだな、はい、すげえ。せっかくできたんで皆さんね、見に来てほしいです ね、 ね、ここは、はい、ぜひ、はい、続いて紹介するのは4月から夜行性動物館に仲間入りしたアフリカタテガミヤマアラシのフィーヤです。すごい、毛というか、トゲなんですか、あれは。そうです、あれは毛になりますね。毛なんだ。毛なんですか、あれも。はい、警戒するとバッと大きくなって、はい、はいはい、だいたい 1.5 倍ぐらいの大きさになるんですけども。うわ、すげえ。なるほど。なんですね、げ歯類というのは歯がずっと伸び続けてしまうので、かじって歯を削っていかないとずっと伸び続けてしまうので、はい、後ろに木などを設置しているんですけれども、はい、山嵐っていう名前の由来も、はい、山に生えてる木を全部噛み尽くしちゃうから、山嵐っていうようなことも言われているんです。山を荒らすんだ、はい、食べる時にすごい特徴がありまして、はい、この前足があるんですけれども、はい、こちらで芋とか人参とかこうちゃんと持って食べるんですね。前足使って食べるので非常に可愛い、はい、すごいね、お上品な。メスですよね、フィーヤ。そうですね、女の子ですね。女の子ですもんね、はい、あら、すごい、やっぱお上品で、お上品だね、育ちがやっぱいいのかな。最後は可愛い赤ちゃんを紹介。今年の4月にノンホイパークでは2年ぶりとなるニホンザルの赤ちゃんが誕生。飼育員の中久喜さんに赤ちゃんの様子を伺いました。はい、最近もうだいぶお母さんから離れてきてるんですけど、まだおっぱいも飲んでるので、うん、はい、お母さんとのこの触れ合いといいますか、はい、一緒に抱っこされてる時期っていうのももうそんなに長くはないかなっていう。あ、そうなんだ。そうなんですか。そうですね、もうちょっとずつ今もう柔らかいご飯、蒸したお芋だとかも食べるようになってきてるので、ちょっとずつお母さん離れを始めています、はい、へー、もう、ね、早いうちにご覧いただければと思います。そして5月にはジェンツーペンギンの赤ちゃんも孵化して、ペンギンの子育てシーズンが到来しています。親に餌をもらっているところとか、立ち写しで、餌をもらうんですけれども、はいはい、そういう子育てしている姿が今絶賛見れると思いますので、はい、なるほど。それは今しか見れない、うん、赤ちゃんしか見れないですもんね。そうですね、特別な、はい、名前は決まってない。決まってない、はい、決まってない。どうして、なんか久保なんか名前考えるちょっと。そうだね、久保ジュニア。久保ジュニアという名前どうでしょう、うん、あ、いいと思います。いいわけないだろ。めちゃくちゃ適当ですけど。すごい、嘘、裏で CV の方が、ダメ、ダメって。ダメって。かわいい赤ちゃんの様子は今しか見られません。皆さんもお早めに。我々ちょっといろいろ紹介してきましたが、はい、なんとナイトズーが今年も開催が決定しました。やったやった、やりました。今年もあれが、今年も嬉しい。こちらのナイトズーが7月20日土曜日から開催ということで、はい、なるほど。詳しくはノンホイパークのホームページに載ってるらしいので、ぜひそちらの方をチェックしてください。チェックチェック、はい、さて今回の豊橋ナウいかがでしたか。いや、もう良かったでしょう。良かったでしょう、はい、完璧でしたよ。ありがとうございます、はい、次回もお楽しみに。お楽しみに。続いては街角ネット田原です。You're so fine!